みんなで考えたの。もうね今回さ本当に M ラインのもういろんな曲やりすぎてもう頭マジでパニックなんだけど、よく覚えたなぁと思う本当に時間がない中で結構やってて、だからなんかもうねみんなねマジで焦ってる毎回ね。え、あ、星野源さんとねガッキー様がね結婚したね。もうすごいよね、感動っていうかさ、もうなんかキャッキャッってなったよね本当に。いやー素敵。水木チェキ会の写真を守りに持ち歩いてます。なんて素敵なの、ありがとう。そう瀬戸利さやばいよね、なんかさ正直なんかあんまりちょっと聞いてこなかったというかちょっとわかんないなみたいな曲とかも結構あったりして、あーもうやばいみたいになってるんだけど、でもやっぱ本番やると楽しいんだよね、どの曲も本当に。でさ、さらにさ、みんながさイエーイみたいにやって、もうそれ見るだけでも本当に嬉しいしね、やっぱライブは楽しいね。でもやっぱりあれよね、みんなやっぱあれかな、声出したいなとか思うのかな、やっぱり。でもだいぶ慣れてきたかな今の環境に。どうですかみんな、どんな感じなんだろうと思ってね。え、早くねコロナ収まってほしいよね。みやにも幸せになってほしいです。ありがとうございます。いつか。え、アイリンが信頼してるのも伝わって、え、嬉しい。アイリはね、でもなんか同期だからね、まあ年下だけど、まあでも意外としっかりしてるし、意外とね。でもなんか本当にね、いろんな子がゲスト来てくれたりとか、まあ今までさ、なんか、まあ、モーニング曲をあんなにがっつりやることとかもなかったし、新たな挑戦って感じ。ネイル、そう、変えたばっかりです。今回はパールをね入れたくって、そうなんかここにパールでこう囲って、中はちょっとラメでキラキラさせて、で黒をベースになんかドッとやってもらって、足もこのね白い爪と一緒にしてもらいました。今回は白にここにパールつけて、全部の指にね、足もおそろっち、いつもおそろっち。そうです、はい。ピアスはこれ、あれこれはねどこのかちょっと忘れちゃってごめんなさい。でね、なキャッチがなくなって、ピミーのキャッチに付け替えた。そう、キャッチだけピミー。ピミーはね今はもうやってないんですけど、自分があの立ち上げたブランドのピミーのあのあれだけキャッチはつけてます。ふふふ、嬉しい。真似してね、みんな、よかったら。うん、ボーノ缶のネイル、おお、なるほど。ボーノ缶のネイル、ほんとこんなイメージある、黒いからロックみたいな。へえ、カラコンは、カラコンは、はあ、なんだっけ、あのね、カラコンはね、なんかいっぱいいろんな種類使ってて、あ、今日はこれじゃないけど、なんかこれとかも使ってる。
子供何人ぐらい欲しいとかありますか？全然わからん。何人くらい欲しいんだろう。でもやっぱ自分が弟いるから2人かな。わからないね。え、受けるミヤの声にパソコンのシリが反応した。ヘイシリ。これ自分のも反応し、あ、よかった、しなかった。クレイラっぽい。え、ってかさ、映画やるよね。めっちゃ見たいんだよね。めっちゃ見たいんだよね、あの映画。みんなこんばんは。みんなこんばんは。久々のインスタライブ中だよ。今日のリップは田中がちゃん、あの YouTuber のパパラピーズの田中がちゃんがプロデュースしたリップです。ガブミー、ガブミーっていうお名前のリップ。ガブミーのスムースマットリップティント02番。今日はねこれを使ってます。でね、この3種類もね送ってくれました。ありがとう田中がちゃん、嬉しい。今日はこれつけて、明日はこれつけて、その次はこれつけて、またその次はこれつけてみたいな感じで楽しみます。可愛くない？これここがさキラキラしてるのもめっちゃ可愛いの。可愛い、いいな。なんか私もいつかさリップとかさ出したいな。リップ大好きだから。最近何の映画、私何見たかな。もうさ覚えてないねん、覚えてないねん。映画覚えてないねん。最近何見たっけな、覚えてないね。ちょっとな、ね、ネットフリックスでね、ちょっと待って、私ね、あ、パージっていう映画、ちょっと怖いけど面白いから、ちょっと見てみて、気になる人は。あー、もうみんなのコメントがさ流れていってしまうわ。待って、どこまで読んだの。あー、どこまで行ったの、わからない、ごめんね。ちょっとどこ、あ、これほくろ書いたの私、今日ほくろマンにしたんだ。パパビードね見てて、そしてあの、あ、そう、え、なんだっけ、何万人なんだっけ、なんかおめでとうございますみたいなの送ってお返事くれて、そうなの、よく気づいたね、ほくろっち。え、そう、コスメプロデュースしたいなって、いつか。私イエベブルベちょっとよくわかんないんだよね。ミヤがプロデュースしたら口何個あんのってレベルで買うねだ。ありがとう。本当にね、なんかさ、私チーク、あ、チークじゃないや、リップが好きすぎてもう買いすぎって思ってんだけど、また買っちゃって、また買いすぎって自分で思うんだけど、また買っちゃうの。やばいよ本当に。おすすめの YouTuber、もうね本当にいっぱいいる。あのね、面白いなと思うのは夜の人笑いさんとか、カップルおもろいんだよね、知ってる。あとはもちろんパパラピーズ、さっきも言ったけど好きだし、もういっぱいすぎ、あ、みんなほくろの話になっちゃった。ほくろさ、昔もさよくさたまにさ、みんな気づくかな、ちょっと書こう、ビンってやったりとかしてた。でもあんま言われたことない。そう、
今日は分かりやすいとこに書いてみた。あ、ミア酔ってません、めっちゃシラフ。消さないでください。あ、愛の不時着ね、結局ね、ちゃんと見なかった、ごめんなさいって感じです。あ、ほくろはちなみに本物本物本物偽物です。本物本物本物偽物、本物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 偽物、結構あるの、ほくろが。理解？意外とあんねん私。最近のメイクは濃いのが流行り。あ、なんか最近ずっとライブをしてたからライブのメイクに慣れすぎてちょっとあれよね、濃くなっちゃってるんだよね、大変。でも多分これライトはちょっと、でもそうだね、ちょっと濃く見えるね。あ、夜の人は面白いよね。あ、ここのほくろは本当にチャームポイントです。ほんと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 嘘。ストーリーで口元のほくろあって写真めちゃくちゃ見返したことある。うん、じゃあ気づかないでね、ほくろマンになってた日もあったのか。そう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 、お酒飲みながらの配信でもいいやで。ミヤはね、お酒ね、お家ではねマジで飲まないんです、本当に。お酒は何飲むの？でもわりかし何でも飲めるんですよね。あ、でもあのハイボールとかは飲めないです、ちょっと味が無理でした。うっってなった。うっって、いつも髪色かわいい、ありがとう。カラーは自分で、自分で決めてます。今はずっとピンク、ちょっと伸びてきちゃってるんだけど、まあいいかなと思ってピンクで、もうやっぱなんかね、今ブームなのかな自分の中で。パパにママに、どっちにも似てるって言われます。パパを知ってる方はパパに似てるねって言うけど、ママも知ってる方はなんかママにそっくりだねって言います。次の髪色は全く決めてなくて、でもまあどうしよっかね。なんかさ、やってみたいなって思う色はあるけど、なんかなかなかね、ちょっと今はもういいかなと思って安定しちゃってるけど。ごめんね、なんか読めてないのあったらごめんね、コメント。あ、やばいやばいやばい、ちょっと待って待って待って、市販の焼肉のタレ好きな、ちょっと待って、わかんないな、エバラ焼肉のタレ、でもなんか確かにお酒配信とかもちょっと大人だし、なんかやってみたいなとも思うけど、なんか一人だとなんかあった時にちょっとあれだから、誰かとやりたい。フルーティーなお酒が似合いそう。あ、フルーティーなビール？フルーティーなビールね。ビールもでも好きかも。あの前本当に最近好きになったって感じだけど、でもビール好きかもね。焼肉お寿司どっち派？これ迷う。どっちも好きなんだよな。本当に好き。でも。焼肉の方が行く率は高いかな。パパさんママさん、みやびちゃんを産んでくれてありがとうございます、本当に。ということでありがとう。アートメイクしたい。アートメイク、一回だけ眉毛一回だけねやってみたんだけど、ちょっとその後行かなくてあんまり意味なかったです、ごめんなさいって感じで。なんか眉毛のやつとかは3回行ってなんか出来上がりみたいな感じらしいんだけど、で1回目って本当になんかちょっとかすかにって感じらしくて、でも私意外とこれ今毛がさめっちゃあるからもういっかなと思って、そう行ってないんだけど、
うん、酔ったみやびちゃんはね、こう楽しいってなってうわーってなってスンって戻ってって感じです。ピークを迎えてピーってなふわーんってなるんだけど、ピーク超えたらスンって普通に戻る。意外と。何色が好き？ピンクが好きです。ピンクが好きでピンクにしたの、髪の毛も。ミヤのタレってあったね。うんうんうん、使ってた使ってた。ミヤミヤってなって使ってた。シングルベッド、ありがとうございます。なんかシングルベッドを結構本当にいろんな方が見てくれてて、 YouTube のコメント欄も見て、なんかもう泣きそうになりました。みんながすごいいっぱいいろんなこと書いてくれてて、ありがとうございます。本当に感謝。ピアスは今今日1個しかつけてないんだけど、なんかここにね、本当は1個軟骨、ここに1個開いてて、あれ何個開いてるっけ、ここに1個でしょ、2、3、4、5、6、7個、7個空いてます。おうち時間は YouTube 見たり、まあそうね、映画見たり、なんか無駄にメイクしてみたり、あと何、みんな何すんの。眉サロンはあれなんだよね、ヒカルに教えてもらって、一回眉のワックス行ったんだけど、初めて一回しかまだ行ってなくて、行きたいなと思ってるんだけど、そうそうそう。みや今って私服、今って私服やで。奈良にみやびってビルがある。ビル、ビルなんだ、珍しいね。なんか居酒屋とかそれじゃないんだね。ちょっと待って、そうつんくさんがさ、シングルベッドね、ありがとうございます。ちょっと鼻ね、つんくさんがツイッターでさコメント書いてくれてて、もうキュンってなった。もう本当にそのイエベブルベが本当にちょっとごめんなさい、わかんないんですよ私。なんかよくなんかゾゾタウンのイエベブルベメガネみたいななんかあったじゃないですか、一応頼んで、あそうだ、それをねやってないの、やろうと思ってんのに。 VR すごくね、お家にあんの。そうそう、無駄にメイクでしょ、わかるよね、やるよね。そう、どうしたら歌うまくなりますか。なんか私も本当に何にもやってないと、素人からの小学生からイエーイっていう感じから始まって、なんか毎日のようにボイトレをやらさせていただき鍛えたって感じなのかもしれません。うん、弟元気です。サウナね、そうサウナは本当にね、癒しって感じだった。てかサウナってなんかもっと苦しいイメージあったんだけど、ちょうどいい、なんて言うんだろう、じわじわじわって汗が出て本当に気持ちいいんだと思って、なんかあれはハマっちゃうね、サウナーだね完全に。マジでよかった、また行きたいなって感じ本当に。ネイルありがとう、投稿も見てください、やっほー。目黒公園来てくれた人ありがとうございました、また来てください、ライブお待ちしてます。
みやびちゃんはゲームはしません。そうなのよね。あんまり、あ、でも、あ、ゲームはしませんっていうか、し、うん、全くではないんだけど、嘘ついた。マリオカートは好きです。でもマジでマリオカートしかやってないかもしれない。あ、エビフィレオとエビフライどっちが好きですか？エビフィレオです。みやべ？みやのダンス好きです。ありがとうございます。ダンスがね、もっと上手くなりたいな。ね、待って、すごい。みやの声は楽器だからってさ、嬉しい。みやさん喉が弱いけど本当にね、歌えるだけ 歌いたい。みんなお家？雨降ってきてるよね。私はもうね、朝活してお昼食べて帰った。うんうん、わかる。この絵文字ね、サウナの絵文字みたいの流行りって感じだよね。めっちゃクセッキです。見てこのパヤゲ、パヤンパヤンパヤン、大変。そうそう、サウナのとこね、あのね、冷たいお水とか常温とかって自分で入れて自由に飲めたりとか、あとね、あ、そう、サウナの話してたんだよね。そうそうそう。で、7個の部屋がサウナがあったりとか、匂いが本当にオイルじゃないや、アロマの香り、すんごい、本当にめっちゃいい香りだし、苦手じゃなければすごいいいと思います。で、そのアートがマジで本当に綺麗、もう大好きなああいうのが、もうあーってなって、もうやばいってなって、もう全然サウナ最初入れなくて、どうするみたいな、もうやばい、長女だ、すごいって言って、もうそろそろマジで入んなきゃねっつってサウナ行って、結構まあなんか熱ってなって出て、でまたアート見に行ってみたいな。本当にいい時間を過ごせた。また行きたいな、本当にマジで行きたい。でも今日小春と話してたんだけど、なんかサウナいろんなとこ行きたいねみたいな、回りたいねみたいな言ってて、久しぶり。そうなのよね、サウナいいとこないかしら。最近何時に起きてる？あー、うーん、まあ日によるかな、マジで本当日によるかも。あ、でも苦しくなかったよ、サウナは本当に。なんかもう気持ちかった。また行きたいな本当に。ね、あのシナモン、あ、なんだっけ、私なんだっけ、シナモン、やばい、ちょっと待って、ど忘れした。シナモン、あの、え、なんだっけさっきなんて書いたっけあ、ちょっと待って、やばい、ど忘れしたんだけど、あ、あ、神社神社、シナモン神社のお部屋ね、ピンクの、あ、確か女性専用だった気がするんですけど、もうめっちゃなんか結構生姜っていうか、あ、そう、匂いがしてて、なんかそれが結構癒しだった。私はシナモンが大好きだから、なんかそのちょっとこうスパイシーな感じもありみたいな。あとはそのほうじ茶が、ほうじ茶だったほうじ茶が、ほうじ茶、あとは唇はオーバーリップにしてます。ふっくらしたっていうよりかは、ふっくらするように見せるためにこうめっちゃオーバーにして、あとちょっとこうテカテカするの塗ってハイライト入れてみたいにやってます。あと影も入れてるし、いろいろね、メイクのことを学んでます。理想のそういうパーツに近づけるために、それこそめっちゃ YouTube でメイク研究とか結構してる。本当に影を足したりとか、ハイライト入れる場所とか、そのラインの引き方とか、
眉毛の形長さとか、もうほんとちょっとのことなんだけどマジで顔変わるから面白いなと思う。グミじゃないです、ありがとう。ピンクの髪の毛本当ありがとう。唇はね、あのぷっくりした唇が好きで理想的なのね。だからもっと薄いんだけどこうぷっくり見せるようにこう丸く見えるようなこうなんていうの形をリップでこうやる、で影入れてハイライト入れてみたいな。結構最近ねなんか細かいところまでなんか頑張ろうかなみたいな、なんかまあ理想の顔に近づくためにはちょっとそういう細かいめんどくさい作業もしないとなみたいな感じで思って、結構最近まあ楽しんでメイクしようと思ってメイク頑張ってます。そうだから、そうなんかマスカラもライブの時とかは塗って目バッチリこうや大きく見せるために塗ったりするけど、なんか今日とか、まあ、サウナっていうのもあったんだけどちょっとこう抜き感出すためにこうあえて塗んないとか、ラインもちょっと薄めとかやってます。ありがとうございます。そう、分厚い唇の子好きだよねみみちゃん。そう、ぷっくりしてるのが好きだから、そうなのよね。そうありがとう、みんな優しいコメントがありがとうございます。なんかさ、なんか私は直接こういうなんて言うんだろう、コメントもめっちゃ嬉しいんだけどさ、直接さ、じゃあ今日はミヤメイクをみんなでやりましょう、イエーイ、それじゃあまずはファンデーション塗っていきましょうとかやりたいなって思う。はい、次はパウダーをポンポンポーンってやってください。はい、みんなどうですか、できてますか。はい、じゃあ次はハイライト塗っていきますよ、イエーイ、あー上手、イエーイとかいうイベントをやりたいなっていつも思ってるんだけど、ただそういうイベントにじゃあ男性が来た時にどうするってなって、なんかだから女性限定イベント、男性限定イベント、男女一緒みたいなイベントなんかやりたいな。そう、ミヤのメイク教室やりたい、やりたい、やってみたいなって思います。どうですか、そういう企画やってほしい、楽しくない、普通にメイク配信でいくね。いやだから配信もいいと思うんだけど、一緒にこうリアルにやったらもっと楽しいかなと思って。はい、じゃあ今日はオレンジ系のリップを使ったメイクをやっていきたいと思いますって言って、みんなでイエーイって言って、じゃあシャドウをまずはこうやって入れていきます、ブブブブ、あすごいってみんなで言いながらやりたくないメイクしない子もちょっと特別に今日はやろうみたいな、でみんなドレスコード決めようみたいな感じで事前にね、じゃあ女の子たちは今日は赤い洋服でドレスコードね、じゃあ男の人はじゃあ今日はホワイトコーデねとかってやって、やりたくない、やりたい、みんなで楽しそうじゃない、もうそういうのマジ本当本当にマジ楽しそう、やりたいな、やりたいな、できないかなマジで。そうドレスコードまでもうバッチリやって、超楽しそうじゃないそれ、めっちゃ楽しそうだな。やってほしい、嬉しい。なんかこういうのをマジで本当に現実にしていきたいんだよね。メイクまあさ、私も別にプロじゃないから、なんかそんなプロのメイクさんみたいにね、綺麗にはできないけど、でもなんか私なりにって感じで、私はいつもこうやってやってるよみたいなのがみんなと一緒にできたら楽しいかなって思う。早くさ普通にさ集まれないかしらね、楽
しいことしたいよね。あ、そうだ、みんなのハート、みんなハート押して、どうぞみんなハートどうぞ、はいハートハートハート、はいハートハートハート、みんなハートの時間だよおー、みんなのハートが届いてます、嬉しい、いいねいいねいいね、ハートいいね、ハートいいよ嬉しい、ありがとう。あ、チェキね、チェキ会とかマジでまたしたいね。これなんだろう、あ、また犬か、これ犬のフィルターばっかだな、これは。あ、なんかトゥルンでしたね、お花が、お花が待ってるよ、はい、てか待って、今何時なの。あ、もうちょっとだよ、あれだね、9時ぐらいまでかなと思ってるんだ。なんか聞きたいことあったら言って、なんていうの、自分の好きな曲をわーってね、ことかね、いろんな人がセットリストを組んでんの曲のリストをバーって、なんか一人の自分のお気に入りアルバムみたいなの作ってるのがバーっていっぱい出てきて、好きなのが聞けるみたいな。言葉下手くそすぎない私、やば。ってことで今はね、YOASOBIさんの多分っていう曲が流れてます。あ、そうそうそう、プレイリストって言いたかったわけよ。そう、みやちゃんのプレイリストはね、私人のプレイリスト聞くのが好きなんだよね自分のプレイリストないな、なんか私なんか、あ、いい曲だなと思ったらお気に入りお気に入りみたいなやってる。でもこういうちょっとエモい曲とかも好きだな。自分のないんだよね。いやなんかいいね、たまにはこうやってやっぱ配信とかするのさ、いいよね。うん、みんなのプレイリストはベリーズ工房とピンククレストボーノ。ねえ、カラオケ配信やるか、マジカラオケ行きたい、全然行ってないし。みんなでカラオケ大会とかしちゃう？あ、マイク最近使ってないな。そうだよね、私マイク持ってるんだもんね。日焼け止めは、私は日焼け止めは、ちょっと待って。あれ？あれ？お、お、お？日焼け止めどっか持ってったんだっけ？あれ？お？あー！やだな、ちょっと汚いんじゃない？なんか韓国語書いてる。これをあの知り合いの方が使っててめっちゃいいって言ってたんで買いました。これいい、マジでよかった。ゴールデンウィークめっちゃ焼けた。あ、そうなの、お出かけした。そう、クリーム、なんか韓国のやつ。そう、なんかいいよって言ったから、いいよって言ってたから買ってみたらよかった。これ
エスポワ、ここのなんかアイシャドウとかであるよね。なんか可愛いかなと思って思ってるんだけど買ってません。どうしようかなみたいな思って買ってません。欲しいけど。これです。これがいいなと思って使ってます。みやびちゃんと歌いたいな。歌う？みんなで。ヘイ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 、みんな盛り上がってる？楽しんでるか？それじゃあ続いてはこちらの曲を聴いてください。多分デデ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 、デートしますか？今度さ、なんかあれしたいな。ミヤがこうやって突然誰かにペッてやって映って喋るみたいな。でまたバイバイってペッて切って、また誰かミヤが選んで適当にペッてやってこんにちはみたいなやつやりますか？やりたくないですか？そういうの突然こうペッて選んで、突然ミヤからみんなにリクエストを送ってイエーイみたいな。楽しそうじゃない？それじゃあ次はこれ歌おうって言ってみんなでピッて、うん、あ、そうそうそう、コラボライブとか楽しそうじゃないですか？で歌ったりちょっとだけ喋ってバイバイって言ってまた次の人バイバイ、また次の人緊張してるって言ったら、え、じゃあ喋りたくない、喋りたいって言ったら喋るし、ちょっともう無理ですってなったら、じゃあバイバイって切ってまた違う人。楽しそう。なんか楽しいことしたいよね、みんなで。お風呂入ってたらあれしてください、リクエストを断ってください。お願いします、大変なので。そうです、私結構ほくろあるんです。でもどれか1個が偽物です。そう、急なコラボ。ミヤはみんなをこう びっくりっていうか、そういうのが好きだから驚かせたりとか、そうそう、そういうのしたいね。急にやめてみたいなの、ちょっとおもろいかなって思って。生電話会、あ、前やったやつね。あえてお風呂に入るどうぞお入りくださいませ。でも隠してください。陽キャ、陽キャ、そう、もう寝るの？え、あ、9時早めのお休みやび。いやー、ほんと焦った。今そんなことあるんだと思ってさ。私が消したんじゃないの。勝手に、なんか、なんて出たっけ、なんか文字出てきて、音楽だよな多分。っていうか、え、そんな厳しかったっけ。カラオケとかもダメってことか。じゃあ、充電はね、もうてか充電しながらやってるか、もう100の100だから、もう絶対に消えることはない。歯に口紅ついてる女の人見ると燃える？いや、変だね、多分。ちょっと気にしちゃった今。ちょっと待って、私ついてんのかな。うん、大丈夫そう。今日ちょっとね、唇がね、荒れてるんだよね、私。なんかちょっとね、多分音だよね、多分完全に音だと思うんですけども、そんな、熱とかではないんです。携帯の完全に音だと思います。これは私が変な風に歌ったからそう、ダメだったのかもしれない。歌ったりとか音楽ちょっとかすかに流すのとかもダメだったのかもしれない。悲しみ。カラコンしとる。
なんか厳しいな、そっかって思うよね。私ケバい？オーマイが好きなのよね。ちょっとギャルがハイライトの入れ方、嬉しいな。ハイライトの入れ方はね、ちょっとメイクのことやりたいですね。ね、歌ダメっぽいですね。ちょっとあの流してるのが、私が歌ったのは多分どうか分かんないけど、流してたのがダメだったのかな。なんか著作権がどうのって多分出たから、確かそんな感じだと思います。多分ね、カラコンはね、なんかね、なんだっけ、なんてやつだっけな、カラコンなんか前に紹介した気がするんだよな。あ、 YouTube だ、 YouTube でね確か公開した気がする。あー、やなきゃ、唇が荒れてんの、もうやだ、唇が荒れてんの本当に最悪。ありがとう、ギャルミ、ギャルミです、ギャルミちゃん。やだな、唇が割れてて。こうやって喋ればみんなに見えないかな、こうやって喋ってよかな。右のほっぺのほくろ、こっち、こっち、右、私はこっちが右、本物です。みんなほくろ気づくのね、すんごい。そう、どれかが偽物のほくろ。ギャルミのみはみやびのみ。そう、あれって言うからね、こうやって喋らないとバレる。夏メイクね、夏メイクはでもやっぱツヤツヤにしたいかな。あとはやっぱそのなんていうの、キラキラ、ギランギランにしたいね。こうまぶたの上とか、この目元とか。ほくろできたり消えたりしてるのずっと気になってだから、真相知れてよかった。そうなの？そんな気になってました？うん、そうそう、これ判定してるよね、きっとみんなには。わかんない、多分。どうだったっけ、インスタライブって判定してみんなに見えてんだっけ。おやすみのみは、ん？おやすみのみはみやびのみなの？眉毛太い人が好き。あたいは太めよね。やばない？めっちゃ最近めっちゃ太いの。まあ、いっか、好きって言ってくれてるし。よっしゃ。よっしゃ。よっしゃ。なんか、みんなありがとね、戻ってきてくれて、本当に。突然インスタライブ消えちゃったから、ってことで、まあ、これは、もう、内容がなさすぎるのでこれ見てくれてる人だけって感じなんだけど、さっきのアーカイブ残そうと思ったけどなくなっちゃったからまたやります。はい、涙袋は、あ、ちょっと今日はあんまないね。そう、うん、どうしよう。なんかさ、こうやってみんなが来てくれるとさ、喋っちゃうよね。どうしよう。15分にしよっか。15分までにして、またやろっかな。スクショ。スクショ？じゃあ頑張ってみんな、今ウィンクするからさ、変なあの、変な白目とかになった瞬間撮らないでね。いくよ、ウィンクするから撮ってね。せーの、いい感じ撮れた。あとはじゃあなんかあれやっちゃおうか。このなんか何する、犬、
犬はもう微妙か。何がいいんだろう。このなんかキラキラ。あと何がいいかな。お、久しぶりの人。イエーイ。久しぶりの人。久しぶり。久しぶりの人。久しぶり。はい。これ漏れてんの？果たして。フィルターハンター。ダサ。ダサすぎない？これ。ちょっとほらネイルとさ似てない？なんかポーズがダサすぎる。どうしましょう。次。1,2,3,4。ありがとう。何？あ、降ってきた。これめっちゃ目玉でかい。目玉のみやび。はい、いい感じ。あ、はい。どれが私の本物のほくろでしょうか。どれが私の本物のほくろでしょうか。で、こんなことしてたらね、みんなと喋る時間なくなるよ。どうする。今日はいいのか。もう話したもんね、みんな。今日はとりあえず、おーもほー、はーい。なんかこれやだ。なんやねんこれって感じでしょ。もう戻しとっかな、そろそろ。はい、みんな、じゃあもうそろそろ終わるよ。15分までだから。ちょっともうこのフィルターをちょっともうやめぴやめぴ。ティンカーベルみたい。ありがとう。外国人っぽい。え、めっちゃ嬉しい言葉なんだ。ミアさあ、外国人大好き。ビリーズと連絡取ってる？あー、そんなにね、最近はあんま取ってないかな。うん、15分まで。今11分。みんなの時計も11分。後ろのぬいぐるみはこれです。注意してきた。ライオンです。 IKEA でね買ったんだよね。向こう向きなよ。みんなのとこ向きなって。こう向こう、向こう向きなって。ずっとミヤの方見ちゃうから。はい、ニトリのやつじゃないです。 IKEA のやつでした。出てないよ名前は。さあ、みんな見てくれてありがとうございます。本当に。またねインスタライブしたいから。またインスタライブするときは今日みたいに時間迷ったらみんなに聞くし、まあ予定があって自分の予定に合わせちゃうときもあるし、なんかそうね、またインスタライブやれたらいいなと思いますので、また遊びに来てくださいませ。今13分、あと2分。ありがとう、元気になれた。ミヤもみんながこう来てくれてコメントくれて嬉しい嬉しい嬉しい。お、同じの持ってる？
可愛いよね。なんかね、いろいろ ありすぎてめっちゃ迷ったんだけど、そう、ママと、あ、そう、ママと決めに行ったんじゃないや、ママと IKEA に行って、ライオンじゃんみたいになってライオンにしたそうそうそう。でさ、見て、増えました、この子が増えました、可愛いんじゃんってなってね。テスト残り2日、テスト頑張ってね、頑張れ頑張れ、サックス練習してる、お、頑張れ頑張れ。そう、サメもあるよね、サメも結構可愛かったよね。あ、頭痛治った、よかった、同い年、タラメイねー。てな感じで間もなく終わりでございます。誠にありがとうございました。はい、じゃあ、そうそう、デザフェスがあるのと、今月はねライブがあるのと、いろいろありますので、会いに来てくれたらめちゃくちゃに嬉しいです。お願いします。 RK のアクセサリー、今回本当にね、シンプルなのもあるけど結構ポップで可愛い感じのもあって、ミヤの大好物な感じのアクセサリーがめちゃくちゃいっぱいあります。リングも可愛いのかったりとか、あとね、大人向けっていうかちょっと落ち着いた感じの天然石とか使ったやつとか、なんか本当に本当に可愛い、マジで可愛いから本当に来ないともったいないよね。そう、 RK 本当可愛いの揃えますので、ぜひ来てくださいませ。でまた近くなったら、その RK のあれもやる、インスタライブもやろうかなと思うし、うん、 M ラインのライブもよろしくお願いします。皆さん体調本当にお気をつけてくださいませ。はい、じゃあまたみんな質問とかくれてるんですけども、また改めてインスタライブやりたいなと思いますので、遊びに来てください、よろしくお願いします。またね、みんな見てくれてありがとうございました。今日も RK バイバーイありがとうございました、みんな本当に。じゃあみんな、ご飯食べる人はご飯食べて、寝る人は寝て、お風呂入る人はお風呂入って、みんな自由に過ごしましょう。バイバイバイバーイ、みんな明日も元気に、じゃあねー、バイビー、おやすみやび。